続いては恵方巻きでロール節分の金棒ロールケーキ。日常演劇空間日記ようこそ。さて本日のこちらではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートの節分金棒ロールケーキと節分塩豆大福を食べたいと思います。節分なのでこれを恵方巻き側にして食べていきたいですね。でもその前に前座としてまずは豆大福からいただきましょう。はい、結構な豆感ありますね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。してますね。で、こんな風になってます。クリームから何か出てますね。では方角がわからないのですが、いただきます。塩豆大福は塩のシェイクがほんのり効いていて、それが大福のあんこの甘さの気になっているので、もちっとした食感のムースもとっても美味しかったです。結構豆の食感があったので、豆の食感がさらにいいですね。まあ、図書館越しの数はないでしょうけど。というわけで、こちらも検索させていただきます。そして、こちらの節分金棒ロールケーキ。楽しそうなお兄さんたちがはしゃいでますが、やはり恵方巻きのように食べようとすると、ちょっとボロボロ崩れる、中がクリームで脆いなど、いろいろと問題が出てきました。なので、恵方巻きの代わりにはならなかったですね。でも、ミルククリームはさっぱりしてスパークランチもザクザクしてとっても美味しかったです。美味しい金棒ならいいですね。鬼に金棒ならぬ食べる金棒と言いますか。というわけで恵方巻きの代わりにはなりませんでしたが、とっても美味しかったのでこちらもテイストさせていただきます。なのだから自分のミスだって突っ込まれそうですが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。